いつも予防のやつね。いつもね。抗寄生虫薬はね、ちょっと落ち着いてからやりましょう。1ヶ月過ぎてるから、つけてもいいタイミングでもあるんだけど、ちょっと今日はやりませんからね。でこれは副法用毒グリセリンって言って、口の中を消毒する歯医者さんの昔の匂い。なんとか匂いです。最近の歯医者さんこういうの使わないですね。昔使った、昔のですよね。でもね、ちょっと痛いけど、口の中でやってやるしね。しよしよし。待て。もう少ないね。もう少ないね。ご本人もらおう。まあこれは食べた毛とか異物をうんちに出しやすくするラキサトンという薬なんですけどね、割と好きな子が多いんでちょっと舐めさせました。はい、じゃあ抗戦症状100の1分で、はい、メイン、全体とお口、はい、こういう芯の硬い口のところは避けます。葉っぱの薄いところとか。効果ですね。薬体は？あ、はい。これで二つに分ける？二つに分ける。うん、いいよ。それでちょっとお薬出します。で、1日2回飲ませる薬、これですね。これが13個です。ありますか？とりあえず今1個飲ませます。で入っている中身をちょっと説明します。エンロエクサシン。そう、一回リスタートして。